トレセード側、退去参戦の福岡支部からは4人が優勝を果たしています。第35回東京スポーツ杯はいよいよ12レース優勝戦を迎えました。対戦メンバーです。1号艇、久々のダッシュ戦でも格上のハンドル、最後は得意のイン速攻、広島西島よしのり。2号艇、伸び足節一、エースモーター武器に強襲は福岡国崎義晴。3号艇、好スタート連発、スリット攻めて久々 VA 腰タンタン、群馬佐口達也。4号艇、低調期底上げして江戸川連続優出です、福岡増田啓司。5号艇、近況好調、今年早くも3度目の V になりますか、福岡中辻隆人。6号艇、連日追い上げ、堅実なさばきで1年半ぶりに優出の活躍、福岡伊勢里大地。以上6選手です。並びは枠なり3対3です。もちろん人気の中心1号艇の西島は今節4度目の陰線、課題はスタートのみと話しますが、現在は風も川の流れもほとんどなく、今節1番絶好の水面コンディションで優勝戦を迎えています。スタートまでは10秒切りました。第12レース進入体系、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。6艇ほぼ横一線、綺麗に揃ったスリットラインとなっています。レースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇の西島、まくっていったのは4号艇の増田、さしは2号艇の国崎、3号艇の佐口でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は押し切った1号艇の西島、アウトコース2番手4号艇の増田、3番手は3号艇の佐口、その後ろ6番2番5番と追走、スタートは前提正常です。2マークトップで1号艇の西島が旋回、内を狙ってくるのは4号艇の増田ですが、先頭は振り切っていきます。1号艇の西島でホームへ取り返しています。時計前、リードは4艇身です。2番手4号艇の増田、3番手は3号艇佐口の内側、並んでいった6号艇の伊勢里、3番手争いが焦点で、レースは2周の1マークです。3番手内から6号艇の伊勢里が先取っていく、差し返せるか3号艇の佐口でバックストレッチですが、逆転3番手には6号艇の伊勢里が上がっています。2艇進行方4番手に3号艇の佐口、上位の体型は1番4番6番、しかし魚く3号艇の佐口食らいついていきまして2周の2マークです。トップで1号艇の西島が旋回、2番手は4号艇の増田、3番手は6号艇の伊勢里でホームへと折り返しています。上位の体型は1番4番6番、2艇進行後に3号艇の佐口が続いていまして、レースは最終周回に入っています。最後のバックストレッチへと先頭で1号艇の西島よしのり、人気に応えて抜け出しています。歴戦の優は久々の江戸川、久々のダッシュ戦も何のその、9戦7勝オール2連敗の活躍です。今年初 V、 通算は88回目、江戸川では初優勝が目前となります。最終コーナートップで1号艇の西島が旋回、2番手は4号艇の増田、3番手は6号艇の伊勢里でホームへ取り返していまして、146でまもなくゴール、先頭1番の西島よしのり優勝の五輪、4番増田五輪、6番伊勢里五輪、3番佐口五輪、5番の中辻、2番の国崎五輪です。以上、第12レース優勝戦でした。ボートレース江戸川、